あの男は日本中、世界の偉い人たちも含め、安倍さんが亡くなったことに対してみんなが喪に服してるときに風俗嬢を呼んで、すすきのの街で飲んでました。まあそこに誰がいたかなんていうのは大体想像つきますよね。皆さん、俺そうはいなかったっすよね。いなかったですね。ガシ、僕が言いたいのは、先ほどもこの自分の生配信に言ったんですけども、ガシさんちょっといいですか。堀江も最近選挙は同情票でやるんじゃないんですよ。堀江です。あ、初めまして。どうも初めまして。いきなりホリエモン出てきたら、いやいや、もうなんか僕は今切り抜きの話をしてて、何で、ね、YouTube の動画で、ね、全部ほとんど削除しちゃったんですよね。はい、はい、でそれで生配信で言ったやつをメンバーシップ、今非公開にしてます一応、はい、メンバーシップで切り抜きでみんなにやってもらってると聞いて僕びっくりしたんですけど、すごいですね。はい、ホリエモンの暴露ないですか。大正解です。はい、ベラビスタ、ベラビスタ、それぐらいしか方法思いつかなかった。ベラビスタの堀江さんのやつだけやめといてください。いや、いいんです、いいんです。僕はベラビスタのアンバサダーだったんで、僕は全然公開してるんで、別にめくられることないんで、何も。かっこいい。いやいや、何もないですよ、全然。まあ、三木谷さんの件はちょっと僕もあんまり言うとあれなんで、ガーシーさんにやってもらってですね。ちょっとなんかいろいろね、角が立つんでね。ガーシーの放送に今、堀江さんが出演してるんでしょ。あ、そうなんですか。まあ、声だけですけど出てます。はい、声だけ出てます。これ、絶対引っかないと思ってた2人でしょ、どっちかっていうと。なんか近くにはいたみたいですけどね、西麻布の界隈とか、僕共通の知り合いいっぱいいました。だって、ヒカル君とも仲直りしますから、まあまあまあ、ヒカル君はいいとして、もっと前から。だから、堀江さんのところで働いてた直樹という人間よく知ってます。直樹、はい、ジャニーズにいた直樹ですか。堀江さんが麻布十番かな、バーやってたじゃないですか。はい、はい、はいはい、直樹ですね、サッカーがうまい直樹ですね。そこのバーで働いてた直樹という人間です。小川直樹です。小川直樹、はい。あ、直樹は知り合いなんですね。はい、僕、それでも堀江さんの店行ったことあります。ああ、そうなんですね。麻布十番のバーですね。芸能人がよく来るバーですね。はい、僕は来た人の名前とか言わないですけど。ああ、さすが。ちょっと言えねえな。和牛マフィアにも行きました。あ、ありがとうございます。あ、でもうちの店、マカさんは来てたわ。あ、マカさんと知り合いですよ、堀江さん。いや、知り合いって、まあ、普通に仲いいですけど。僕、ちょっと角立つんで、あんまりそれ言わんとこうと思ってましたけど。で、とりあえず、いいですか、ガーシーさん当選しそうなんですか。ガーシーはもう当選確実に近いんじゃない。まあこれだけの人がいるんで。いやいやいや、ちょっと待って、大丈夫大丈夫、皆さん入れないとやばいんじゃないの。いやいや、だからまだ 100% じゃないですよ。今の予想では 90% ぐらいが当選すると言われてるだけであって。いや、ちょっとそれ頑張ってもらわないとね。皆さん頼みますよ、皆さん。はい、あとですね、ガーシーさんの配信の中で言うのもちょっとあれなんですけど、僕のあの元マネージャーのですね、斉藤健一郎というものがおりましてですね、 NHK 党の副党首をやってるんですけれども、彼も選挙活動頑張ってるんで、少しだけ斉藤健一郎って書いてもらえるとありがたいね。この後多分登場すると思うんで、ごめんなさい、なんか邪魔しちゃってすいません。ガーシーさん、僕そろそろ帰りますんで。全然大丈夫です。はい、ありがとうございました。立花さんも頑張ってください。皆さんもですね、ぜひ明日投票に行ってください。頑張ってください。ロケットちゃんと言ってきましたから。あ、ロケットありがとうございます。はい、頑張ってますんで。はい、ありがとうございます。すいません、忙しいところすいません。堀江さん、ありがとうございました。